でね俺ねそのね宮崎駿の話とかすごいするくせになんでこの人の話あんましないのかっていうの不満なんだよねみんながってことねうん、だからセーラームーンからピントラ最近のサラザンマイまでずっと一戦でしかもすごい質の高い作家主義の作品を上質なものね投げずにやり続けてる人ですそうですよだからもっと語られていい 人だなっていうのすごい思いますまずはですね、えー、行くに行ってどんな作家でですか第一弾がこれです徹底的に視聴者目線ですねだから俺の話をするよりは君たちは今どうなんだっていうところにこう目線合わせるっていうところがもうセーラームーンからずっと始まってるうん、うん、だから女の子の見るものを撮るときに、うん、女の子の中に入って何が見えてんのか彼女たちにっていうところまで降りていく人っていうか 割とな,かなかできないおっ,さんになったらなかなかかできていうしかも社会派ですね。えー、世の中が今どうなってるのか、えー、今見てる子供たちはどういう環境でどんなことを考えてるのかっていうのをものすごく、えー、寄り添うタイプの作家なんでもう本当ぶっちゃけ言っちゃいますがおそらく日本一だと思いますこれ誠実さでは。誠実さでは日本一ですね。ほうほうだから誠実だから売れないっていう。 売れなかったしビジネスの方を優先しなかったから苦労してるんですこの人。うんうん、だからもうちょっと巧みにやることはできたはずなんだけど、うん、この人本当に寄り添うがゆえにせ商業的になかなか苦戦したっていう感じがします、ね、見てるとうん、うん、流れを見てるとねだからあの東映出てから空白時代がありますけど、はい、まああれもまあ、その辺の寄り添うがゆえに中途半端なものを出さなかったっていうところはすごくあるなそういうのがありますね はい、あとイクニといえば古典からの引用ですよね<ー>、はい、だからピンクドラムもまあ「銀河鉄道の夜」ね、ですね。ねしょうまがジョバンニーでカンバがカンバネルラなんでまあある意味そのまんまですそのままだし、うん、サソリの炎で,でだから途中であこれ元ネタなんだなっていうのが分かったら、うん、引用元が分かった瞬間にあこれあれを言おうとしてんだっつって。 あのねコラボが始まるんですよ宮<ら>沢賢治との、はいうん、セッションが始まっちゃうわけで、はい、見てる側はあれをやろうとしてる郁國がいてそれをやらせた過去の実はこの二層階二つの層になっている<う>で宮沢賢治がベース作った上で郁國が暴れるんで、うん、深みが増す読んでる見てる側は単純なものではないものを見るという。 これはまあ歴史そのものっていうか魂そのでこれがね全部の作品につながっていくんですよこの人の場合つまり死者とのセッションなんです死者とセッションしてる作品作ってるんですこの人それが古典と一緒に古典をまあ絡めつつえ物語を作るというパターンのまあ結,結,結果そういうふうになっていくい迷宮と建築っていうャー的なえーこのなんつうかなモチーフが繰り返し出てきますね ダマシー的な。だからもうとにかく建築が大好きですよね。うん、ああ、この人のやる建築っていうのは、そこの組織や世界みたいなものを建築で表現しようとする。うん、だからひっくり返ってたり不安定だったりっていうね。うん、だからそのユリクマなんかも建築がすごくポイントだったわけですよ。だからこれのウテナで出てきたやつっていうのはもうエッシャー的ですよね。うん、で、これがや,やってたのがまあ。 お城を逆さにするというところで、うんえー、あとは、えー、舞台的なステージですねこれはだから受けのステージ決闘場っていうのがこういう形になってるんですけどてなす、ね、はいてなですねだから舞台,の舞台の様式とか画面を、うんえー、劇場の見ている形にするっていうのはこれはまあ寺山修司とか劇団が好きだったからやってたっていうのがまあ,あるんですけど、うん、この劇場舞台のそういった 絵作りだけじゃなくって、うん、小劇場とか、まあ、舞台がやっていた物語を分断して再配置して最終的に2時間3時間で一つの物語が浮かび上がるっていうやり方っていうのが小劇場ですごく流行ってたやつですね。うん、であれは舞台,舞台の世界で演劇の世界でやってたこと、うん、これをアニメに思いっきりぶち込んでます。ですね。これもえーまあ 独自ですよねみんなこれについて来れるだろうっていう信頼の下で、まあ走っていくのがイクニのやり方ですねうん、うん、だもう一つ社会的なもう一つは、えー、虐げられた人間性っていう割とクラシックな、えー、テーマをやたらと扱います、うんまあ、サラザンマイだと箱の中に入りこ入り込んで自分から出ないという箱人間というのが出てくるんですけど、まあ、こういったちょっとギャグでやりながら、えー、人間が道具や 機械やないものにされていくっていう。近代批判みたいな。近代工業批判みたいな割とクラシックな。このチャップリンのモダンタイムスのようなっていう。このチャップリンのモダンタイムス的なんですよね。これはねチャップリンのね。モダンタイムスはね。歯車にされている私っていう労働者のまあ非人間的な扱いみたいなものを表現するときに本当に歯車を使ってるっていうビジュアルででこの伝統にのっとってますね。 いい国がやってるっててることはね <laughs> そんなわけで、えー、当然のように出てくるテーマとして分断と孤独っていうのが社会派扱うと、まあ、出てきますよね。つまりえっ、ー、とねまあ、セーラームーンあたりから始まるんですけどまあみんなバラバラにされていくっていうね。でそれで、えー、インドラから ずっと皿ざんまいに至るまでそれぞれがバラバラにされてしまうっていう中で、まあ、孤独な人間が暴走していくという、うん、その時に話題になった社会問題に出てきた時のキーワードみたいなのもそのまま使うという。えだからやっぱりこの2011年の作品じゃないですか震災のあとですよ窓マギの次かな。うんうんうん 前かないらしですね。次だよでその10年後でね、今でしょそしたらまたそのねいわゆる統一教会々のさあのさ2世の問題とかもうだからなんか変わんねえんだなと思ってなんかちょっとね。この作品ってだからそういうものをなんかこうなんていうのかだからまだ全然通用するというかいや、むしろ今でしょむしろなんか逆に俺レイさんがさっき言ったみたいに「 いくら国こを日本は無視しすぎたのか本当にその通りですよ、小黒さん。<laughs>